今日のインタビューしたいと思います。ウィーク7の試合を終えての感想、また一番印象に残っているシーンがあれば教えてください。まあやっぱり V3 戦1周目の時負けてけど、これで2周目で勝って嬉しいですね。一番印象に残っているシーンはやっぱり V3 戦のドラゴンの側であったシーンですね。あそこすごい危なかったよね。俺もねトップから見ててね、大丈夫かなこいつらと思って見てた。でもなんかすごいことしてなかった本当に。あれはできる自信があったしない自信があった。あれはまあ最初の外し、結局避けた瞬間は割と自信があった。ああなるほどね。一発目を避けた瞬間、これは絶対しないなと自信があった。もう6回避けたよね。確か6回、そのうち2回当たったら死ぬけど4回や4回はい4回避けた。はい、適当に言わないでください。すいませんごめんなさい。あいいね。でもやっぱ印象に残ってるシーン、やっぱね自分がね喋った方がね分かりやすい。俺も適当に言ったけど何回避けた。6回じゃなかったよこれ。なんか実況6回だよね。ほら俺じゃん、俺勝ってるじゃん。すみません。テレマさんにトゥルーショットバラージュ2人に当たった。さらにはグレーシャルプリズムまで飛んできますがデッドはしない V3 スポーツ。そしてスティールはフラッシュはありません。ただステップで避ける6発避けた。まだ避けるのか。7発避けた。ベイトだった。次の質問、視界スコアの項目で、視界スコアで全部1位だったけど、スティールさんのプレイスタイルは自分でどんな感じだと思いますか？やっぱり視野スコア1位に関係あるスタイルだと思うけど、結局味方をケアしてちゃんとワードを意識しながらするプレイスタイルだと思いますね。なるほどなるほど、ありがとうございます。それでは次の質問に行きたいと思います。よくゲームが好きで中学校を卒業した後に高校行かなくて、高校をフェスするテストを合格して、この後大学結局1年間このテストをして大学の面接も合格して、大学に入って、この大学がゲームに関係あったからずっとここでゲームしながら1年半ぐらい経ったか、これでK2の練習生になって、この後 EU でも1回プロをやって、この後 DFN に来て、ちょっとここでプロになりましたね。わかんないな。まだ完璧ってはないと思うけど、いろいろアニメ見たり、周りから教えて、勉強ではないけど、事前にどんどん俺が勉強した感じですね。来た時から喋ってはいないよね。喋ってたよ。来た時から喋ってたよ。来た時からある程度分かってた。あんまり分かんなかったはずだけど、割と喋ったって言ってますね。確かになんか2、3週間で喋ってたような気がする。1ヶ月、2ヶ月くらい経ってなかった？いや、最初から喋ってた。2、3日？喋ってた。2、3日だよ。どうやったんだろう。2、3日ってこと。結局プロになる前は俺も普通にエニビアとアムムとか変な準備ばかりやったし、プロになるなんかもっとゲームで頑張ってプロにもなりたいなと思った時からちょっとシャンプロやりましたね。単純にこの時ジャングル割と最初はなんかオートピル感じでちょっとこのラインでもやってたから、この主に一番ジャングルが自信があってジャングルをやりました。同じだと思うけど特に何もしてないけど俺もよくわからないですね。いろいろ好きだけど今は頂上をおすすめされて見てるんですね。今1から見て3本見てます。なかなか面白いですね。個人的にことだから、俺が一番日本語勉強になったって思うことはやっぱり金玉なのでそれいいね。韓国語で見るときもあるし、でもこれさ、そもそも日本ネットフリックスは韓国字幕がないんだよね割と。最近は結構結局読むことはできるけど、読むことはできないけど聞くことはできるから日本語で見てるんですね。あ、こんなこと言っていいですか？言える、はい、言えるやつで。何もしてないです。まあ結局プレイがうまいし、人が面白いし、ちょっとうるさいです。まあ頂上見てるんです。まあ子供も休みの日、最近休みの日で歌ほどするとよく地域を守りますね。まあ同じだと思います。まあこれは間違いないです。は？まあ一番下手な人はゼロスに決まっているから。エビ君だよ。確かに。エビ君8しか取れないから。エビ君は大相手でちょっと別の人で。まあ今週も保育で全部勝つように頑張りますので応援お願いします。今日のインタビューしたいと思います。ウィーク7の試合を終えての感想、また一番印象に残っているシーンがあれば教えてください。ウィーク7の試合は戦国ゲーミングと V3e スポーツです。7と7同一しよう。7か7かどっちで同一してください。どっちでもいいだろう。よくおまけえな、本当によ。質問に答えろ、お前。すいません、俺何やったっけ。質問が頭に入ってない。質問が入ってない。じゃあ戦国ゲーミング戦何やりました？サイロスやったね。V3 戦何やりました？セジョアンやったね。はい、思い出しました。正解。100点満点おめでとう。はい、じゃあ次の質問いきましょう。あれおかしくない？あ、すいません、間違えました。じゃあ感想お願いします。